今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はですね、もらいましたよ、タルティン。仕事で、お世話になっているスタッフの方がですね、からいただきました。センスあり、ものすごいセンスある方なんですけども、これ調べたら大行列店なんですね。これ買うことすらできないみたいですよ、この缶のやつが。で開けてみました。おお、かわいいですね。なんか一個ずつこう名刺が、種類によって名刺が入ってるのもかわいらしいです。この名刺もかわいらしいですね。なんかこんな名刺作りたいなとなんかふと思いましたが、でこれブーケになってるんですね。これめちゃめちゃすごくないですか。なんか仕事細かそうで、あと2種類、合計3種類ですね。結構量入ってますよ。まずチョコブーケ、うわこれ可愛らしくないですか。もうこれ、まあ、こんなおっさんが食べるのはもう申し訳ないぐらいのこう可愛さでございます。それと、これがイチゴのやつかな、タルティンイチゴ。ちっこくて可愛らしいんですよ。なんかこんなちっこいのんで、ちっこーって思ってたんですけど、でもう一個が、タルティンの、プラリネチョコっていう、ことでございます。チョコレート系ですね。これも可愛らしいですね。もうなんかデザインがもう最高ですね。可愛いのって書いてますね。この3つ並べたらもうこの可愛らしいこと可愛らしいこと、もうパッケージデザインから何から何まで全てもういけまくってますよね。でまずいちごから食べてみましたよ。めっちゃくちゃうまいです。見てで柔らかいんですよ。硬いのかなと思ったら柔らかくて、もうめっちゃいちごなんです。いちご入ってるんでしょうね。でこのブーケの方はどうかなと思って食べると、これまためっちゃくちゃうまい。柔らかいんですね。で香ばしいんですよ、そのチョコレートの感じが。なんやろこの香ばしさ。この周りのコーンもうまい。でこれが、ナッツが効いてて、これもうまいねんな。でそうそう、柔らかいんですよ中が。いやーこれこんなにちっこいから、もうなんか食べてもポコって食べても満足感なんか得られないんではないかと思ってたんですけど、もう十分もうなんか、満足でございますよ。これすごい破壊力のうまさでございました。可愛らしいし、パッケージデザインいいし、うまいし、そりゃ買えないわなと思いました。もう朝なんかもう 10時半とか11時にはもうなんかこの、缶のやつは売り切れてるそうなんですけども、ちょっとね大切な中、ここ一番という時に、買ってみてはいかがでしょうか。どこで売ってるのかな、ちょっと僕も、検索しないとわからないんですけど、タルティンでございました。世の中まだまだ美味しいもの残ってんやなと思ったぐらいうまいです。というところで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押してくださいませ。それではまた明日朝7時にお会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。ほんまにうまかったですよこれ。